ショイエルマン病は、主に若年者、思春期に見られる脊椎が変形する障害。男女比は、約9対1と男性に多く、姿勢の異常や腰痛、肺痛などの原因となる。1921年、デンマークの外科医、ショイエルマン、EN、ホルガー・ベルファル・シュイアーマンが報告したことから、この名前がついた。ショエルマンの報告によると14、17歳前後に、多く、 若年性脊柱抗案、または思春期抗案症とも言う。日本では比較的珍しい。脊椎変形例、霊脊椎の変形による背中の抗湾変形や潜炎性の背部の痛みが見られる。これらは姿勢の異常や背中、または腰の頭痛の原因となるほか、脊柱の運動制限、姿勢の悪化、脊椎の効果、痛みや疲労感を引き起こす。 はっきりとした原因は今現在分かっていない。急速に骨が成長する成長期における背骨の不整形や成長の鈍化、成長の停止によって引き起こされるとされており、椎体の後方部位の成長が前方部位よりも早いことが原因とする見方がある。その場合、複数の椎骨の前方が潰れて欠状になり、後腕を引き起こす。内分泌障害、栄養障害、 日常生活での姿勢や歩行の異常などが起因することもある。また、脊髄の急速成長期に過大な負荷がかかることが原因ともされている。遺伝的障害と認められる場合もあるが、十分な検証がなされていない。X 線写真、CT、MRI、ミエログラフィーなどによる画像検査と目視による症状の確認。画像診断では、脊椎の変形、 後腕と側腕の変形の度合いを確認する。加えて、運動機能の検査で脊椎の可動範囲を確認する。成長期の発症の場合、脊椎のさらなる変形の防止のために、コルセットなどを利用した強制治療を行う。青年期以降の発症には、理学療法により、脊椎の効果を緩和するとともに、付近の筋力強化により、症状を緩和させる治療を行う。 腰痛や体の疲労感などに対しては、薬物療法もある。症状の悪化により体に障害が見られる場合や、胸椎の湾曲が80度以上になる場合には、手術を行う場合もある。ABC、頭節脊椎、脊椎疾患シリーズ。2019年8月15日閲覧。国立病院機構本部、総合研究センターデータセンター。 2014年8月21日閲覧。南昌平。脊柱側腕症検診の実施成績。2018年5月12日閲覧。ABC、ショイエルマン病について。メディカルノート。2019年10月29日閲覧。脊椎手術。コム。2014年8月21日閲覧。ヒルフェバイモーバスシュイアーマン。 2014年8月21日閲覧。languages, scoliosis, research society.www.srs.org.2019 年11月6日閲覧。ab, 第10回赤中変形、赤追手術 .com。2019年11月6日閲覧。webarchta。2014年8月24日閲覧。ありがとうございます。